こんばんは、ソムリエ福士です。今日はですね、ワインの解説と試飲をしたいんですけど、フランスのロワールの解説をしようと思います。やっぱ動画でですね、いろいろワイン初心者の方にはとかね、ありますし、うちもすごい一生懸命使えてるんですけど、ロワールをね、詳しく紹介してる動画なんかないなと思って、今日はちょっと特にこのピュー・シュー・ロワールを中心にちょっと解説していきたいと思います。久々に登場です。まずロワールなんですけど、フランスでですね、こうあるとするとこんな感じですかね。で、パリ、シャンパーニュとかあって、ボルドーですね、ブルゴーニュ、ここっす、ここにロワールがあります。大体こう横長になるんですよ。で、これをここにですね、4つ区画があります。で、一番左から、ここが前回も説明してるミュスカデの地区ですね、ペイナンテ地区で、こちらがアンジュ、ソーミュール地区ですね。で、こちらがトゥーレーヌ、こちらがサントル、正式に、サントル地区にいいんですけど、サントルニベルネ地区になりますね。で、今日のこのピューシューロワールはこちらになります。でね、ロワールもいっぱいあるんですけど、もちろんね、ブドウもソーヴィニヨンブランとか、あとはアンジュとかでよく使われてるね、カベルネフランの産地です。よくね、ピーマンコーとかやりますけど、カベルネフランっていうね、ボルドーとかでもよく補助品種とか使われてるんですけど、カベルネフランですね。で、白はソーヴィニヨンブラン、あとはもちろんペイナンテ地区のミスカね。ここはこれは白ワインで、カベルネフランは赤で、アンジュ、いろいろ有名産地あるんですけど、今日はね、ここをサントル地区を細かく解説してます。主にですね、ロワールにも川が流れてて、これがロワール川っていうんですよね。で、これが結構重要なんですよ。で、ここもっと拡大していくと、ロワール川っていうのはですね、サントル地区にこう南下していくような感じで川が流れてるんですけど、この川沿いに産地があるんですよ。こういう感じと、主にここ、こんな感じでワイン産地が川沿いにね、ローヌの時もそうですけど、やっぱ川沿いっていうのはね、やっぱね、ワインとかね、産地としてはすごい、シャブリのセランガももちろんなんですけど、重要な地区になって、もちろん水も取れたとか、風ですよね、土壌を乾燥させるっていういいメリットがありますけども。生ハムもね、川で乾燥させて自然発酵させるみたいなのもありますけど、すごい川に恩恵を受けてると言っても過言ではないかなと。まずここ、皆さん知ってるかもしれませんね、これです、サンセールで、主にね、ソーミニヨンブランなんですよ、白ワインです。これもうサンセールが一番この中でも一番このサントル地区でも一番有名な産地で、生産量も一番多い産地ですね。で、赤もですね、このサンセールを作れて、ピノノワールです。ピノノワールもやっぱ白ですね、白の方が全然有名です。でも大半8割方白が作られてる産地なんで、あんまりね、ピノノワール、サンセールの赤はあんまり見たことないかなというのは、生産量よりも由来してると。今日はですね、ここです。ここをさらに拡大して紹介していきますね。で、ここは村の名前がですね、ピューシュール・ロワール村です。で、今日のこの産地もピューシュール・ロワールって名乗ってるんですけど、この、村のそのままの AOC ということで、で、この村にですね、このピューシュール・ロワールっていう AOC と、あともう一つあります。これが、ここは結構有名なんで聞いたことあるかもしれません、ピューフェで、ピューイフメはですね、この2つじゃ何が違うんだっていうと、ピューイフメはソーヴィニヨンブラン、ソーヴィニヨンブランで作られた AOC はピューイフメと言います。で、じゃあピューシュールロワールは何ぞやっていうと、ここの同じピューシュールロワール村で、これです、
ャスラというブドウを使ったらピューシュロワールっていうあの名前が名乗れるっていう流れになります。あの特徴はなんですけど、ここのですね産地自体すごい歴史深くて、まあもちろんロワールもねワイン産地としてはすごい偉大なあの生産地なんで、土壌はですねキメリジャン、シャブリとしてね、あの小さな牡蠣の化石とかがすごいあるで、結構ミネラル豊富で、もうまさに白ワインとしては最高のテロワールの産地になってますね。で今回この紹介するワインなんですけども、ちょっと名前が長いんでここに書きますね。であのさ、特徴はさっき言ったと思うんですけど、このね生産者自体がめちゃくちゃ歴史深くて、もう10代目ということです。1600年代からやってて今10代目なんですけども、すごいもう老舗中の老舗が作ってる。でもともとこのピューシュロワール、まあ、シャスラで作り始めたのが、既存のピュイフメに納得がいかず、じゃあもうシャスラで作ったろうっていうので始めたのがこのワインの始まりということで、そういうストーリーがあります。今の最近のワインであるとこうやって QR コードもあるんで、ピッて読み取るとこういうワイン畑とかもね写真で出てくるんで、まあ、飲みながらねそういう楽しみもできると思いますし、まずこのラベル見てください、ね、セミですね。特にビオ認定とかないんですけど、やっぱりすごい自然豊かで自然を大事にしてるっていうニュアンス、まあ、特にねロワールっていうのは本当に冷涼な産地で、あの本当に樽とか効かせなくてピュアな味わいが味わえる産地なんで、ですごい僕もねロワール大好きで、あのクレマンドロワールとかもそうなんですけど、白ワインが特に僕好きなんで、ミュスカでもそうですし、あのサンセールとかね、さっき言ったすごい美味しくて、特にサンセールとかねやっぱスモークの料理とかすごい合いますし、ぜひおすすめですね。実はピューシュロワール、ピューヒューは飲んだことなんですけど僕も初めてで、絶対ねあのソムリエでもねあんまり飲んだことがないというか、あのそれこそレストラン行ってグラス一杯とかそんぐらいはあるかもしれないですけど、あんまやっぱ記憶に残んないじゃないですか、そういうの。やっぱしっかりねボトル一本と対話するのが大事だと思いますので、じゃあ早速飲んでいきたいと思います。あ、もうねコルクの香りもめっちゃフルーティーですね。レモンとかすごい柑橘系の香りがすごいします。初シャツラです。さあ飲んでみたいな。ちょっとブドウの味わいを楽しみたいんで若干温度高めで冷蔵庫に10分ぐらい入れた感じですね。色は割と濃いですね、うん、比較的濃さはすごいか、あでもまあ普通もう白か透明から黄色まで入れるとちょうど真ん中ぐらいの色合いで、スタンダードな色合いっていう感じですね。で粘性もそんなに強くはないので、アルコール度数も 11.5% です。もうこの時点でね結構香り届いてますよ。ちょっと柑橘系の爽やかな、うん、めっちゃピュアっすね香りが。でちょっとねやっぱツアリングするとシャブリのキメレジャン、石灰っぽい香りも出てきて、うん、やっぱミネラル感もすごい感じますね。で終始やっぱ柑橘系の香りがすごい立ってます。これはですねちょっとあの僕も初めてだったんですけど、まず味わいの構成として酸がすごいシャープですごい続いて、喉にちょっと軽く突き刺すようぐらい強烈な酸です。であのアフターはすごい長いんですけど、今ここの余韻にほんのり石灰とかミネラルっぽさがすごい出てくるんですけど、めちゃくちゃシャープっすね。であの日本の甲州っていうね、皆さん飲んだことあるかもしれない、結構酸がシャープなんで、それにちょっとミネラルとほんのりトウモロコシっぽさというかちょっとボディ感を感じさせるような味わいになってますね。これねミュスカでもそうなんですけど、お寿司にめちゃくちゃ合うと思います。寿司酢、酢飯とかもそうだし、あとは魚でもね、あのもちろんカルパッチョとかもそうなんですけど、ちょっとね炙ったようなしめ鯖を軽く炙ったちょっとスモーキーっぽくしたらすごい合うような感じですね。和食にはすごい合いそうな味わいです。酸が結構シャープなんでさっぱり飲みたい人は冷やしてもいいんですけど、割とちょっとこういうボディ感とか香りを感じたいんだったら
やや常温よりの温度がおすすめですね。ソーミニョンブランとかになると結構あの茎っぽ植物の茎っぽさとか苦味も出てくるんですけど、苦味がすごい研ぎ澄まされた感じで、あの味わいのストラクチャーとしてはすごい大きくはないんですけど、酸がめちゃくちゃシャープ、シャルドネとかには出せないこのシャープ感、まさになんか甲州っぽいニュアンスが出てますね。多分そうナチュールワインとかね好きな人はめちゃくちゃ好きな味わいで、すごいピュアです。ぜひなかなか飲めないピューシュルワイン、シャスラのワイン、ぜひよろしくお願いします。お値段はこちらです。乾杯。